谷大輔ピースフルデイズ。こんばんは、藤ヶ谷大輔です。7月16日、生放送ですね、音楽の日、我々キスマイフット2も出演させていただきまして、見ていただけましたでしょうか。その中でね、数々のアーティストの方出演されてましたけども、やはり私が今語るのは矢沢永吉さんのステージでございますね。いや、もう素晴らしかったです。本当にかっこよかったですし、しびれましたね。そんな中ですね、ちょっとね、なんと楽屋が斜め前だったんですね。しかももっと細かく言うと、普段A スタジオプラスの時に僕とベイさんが使わせていただいてる楽屋だったんですよ。その A ちゃんが使ってる楽屋がですね。でそれで TBS のスタッフの皆さんも、僕がその矢沢さんが好きだっていうのもなんか知ってくださってまして、で多分スタッフさんとこう、矢沢さんのスタッフさんといろいろお話ししてくださったんですかね。なんかこうご挨拶をした方がいいんじゃないかと、でそういうのを伝えに来てくださって、いやで僕はそのご迷惑になるのが一番嫌なのでって、そしたら、いや挨拶を、せっかくですし、する方がいいんじゃないかと、しない方がご迷惑なんじゃないかっていうんで、ラジオでお話しさせていただいたりもありますし、それでこう僕たち楽屋の前に立ってですね、矢沢さんがステージ終わられたこの帰るこの通路のところに我々の楽屋ありましたんで、矢沢さんがこう前を通るときに、矢沢さんのスタッフさんが、あ、キスマイの藤ヶ谷さんですと、おお、仕事が頑張ってねってこう握手してくださったんですよ。でもそれだけで感動なのに、その後こう指さしていただいて、よろしくっていただきましたからねいただけちゃったんですよ、よろしく。でもなんか本当にね、かっこよかったし、なんかこの右手のこのぬくもり忘れないですね。本当に包まれましたし、ですごく謙虚でしたし、やっぱ腰の低い、やっぱスターだなっていうのと、あとそのよろしくいただいて、なんかね、なんていうのかな、少年の心に戻ったっていうか、ありがとうございますって、お疲れ様でしたって、なんかそのめっちゃ興奮して、なんかね、無条件に、なんか頑張ろうって思ったんですよね。だから、僕も含めてですけど、こういうなんか表で表現する人、そうじゃない方もそうですけど、なんかこう誰かの憧れとか、なんかこの人の作品見て頑張ろうとかって、なんかこう無条件になるじゃないですか。日々辛いこともいっぱいあるけど、でもなんか頑張ろうって、そのなんか生きる活力になるっていう、特に我々こう表現する人っていうのは、そういう憧れとかね、そういう好きだっていうふうに思っていただけることが多い立場、職業なのかなと思うんで、なんか自分も、やっぱりこの仕事もっと頑張んなきゃなと思ったし、俺でもね、本当に一人ですからね、もう確実に私に指さしていただいて、よろしくいただけましたから本当にこうエネルギーをいただけて、なんか頑張ろうって思ったというのをこうお伝えしたいなっていうことですけど、でそれで中井さんもね、入院されてて、お会いできなかったですけど、だから矢沢さんと中井さんの絡みを見たかったななんて思いながら、で僕それメールさせていただいたんですよ、中井さんに。でその時に、なんか中井さんが矢沢さんが、要はほら35億円の借金、騙されてしまった、でそれもオンエアするから見たらって言って連絡くださって、でそれも見て、いやすごいですね、あれを返す矢沢さん、っていうかやっぱりよろしくいただけたからね、俺も興奮してるよ、なんか本当に。で家帰って興奮がさ、こうどう収めていいか分かんなかったのよ、家で一人でさ。でも分かんないけど、とにかくライブの DVD 見たよね、矢沢さんの。いやー、かっこよかったなー。今年もライブもね、矢沢さんありますんで、50周年、すごいですよね。いやー、これからもちょっと矢沢さんの作品、音楽っていうのをこう
見ていきたいなっていうふうに思いましたね。改めまして矢沢さん、ありがとうございました。さあ、あなたと過ごす176回目の夜、最後までよろしくお願いします。本日の1曲目です。玉森裕太主演ドラマナイスフライトの矢沢永吉デビュー50周年永吉矢沢 50th anniversary ツアーマイウェイ、8月27、28日新しくなった国立競技場で史上初有観客単独ライブが決定。詳しくは矢沢永吉チケットボードで検索。